皆様いらっしゃいませ。私紀ノ国屋書店グルメ店店長の花田義孝です。いやー、ついに始まりました紀ノ国屋書店グルメ店プレゼンツ深夜の週刊ランキング。この動画はですね、これから毎週閉店後のグルメ店からその週のランキングとおすすめの情報をお届けしようということで始めた新企画動画になります。深夜のってついてるんですけど、別にこれ私今深夜撮ってるわけじゃなくてですね、まあなんかなんとなく寝つけない夜なんかとかにこう眠るまでのひととき流し見してもらえたらなみたいな、そういうつもりで、つけました。もしよければ最後まで動画見ていただけますと、今後動画作成のモチベーションとなりますので、よろしくお願いいたします。それでは早速最初のコーナー行ってみましょう。ということで最初のコーナー、じゃん、久留米店今週のベスト5ということで、早速ですがこちらにご用意したのが今週の久留米店の単行本ベスト5となっております。ランキングと書籍の詳細は概要欄に貼っておきます。リンクから直接在庫取り置きすることもできるようになってますので、よろしくお願いいたします。個人的に気になるのはこちら、こっちでした。人は話し方が9割スバル社館です。この本帯にもちょっと書いてあるんですけど、2021年ベストセラーとなった本ですね。実はこれ久留米店だけでももう633冊も売れてるんですね。決め手は多分ですね、ちょっと読めないかもしれないですけど、人は話し方が9割 100% 好かれる話し方のコツということでね、この言葉見るとやっぱ手に取って見ずにいられないですよね。 100% 好かれるんですからね、はい、非常に気になります。ぜひ、一度お手に取って中身をご覧ください。続いて、今週のトピックスコーナーです。今週のトピックスはですね、こちらです。じゃじゃん、映画ドライブマイカーアカデミー賞作品賞ノミネートということですね。いやこれすごいですよね。原作はですね、こちら村上春樹さんの、女のいない男たち文春文庫、こちらの中に入っている一つ目ですね、これになるんですけども、こちらですね、140冊思い切って注文しました。来週ぐらいには入荷すると思うんですけども、まあ、入荷したら大きく売り場に並べたいなと思ってますので、ぜひご来店お待ちしてます。ちなみにまあ在庫はありますので、概要欄の取り置きサービスのリンク貼っておきます。お取り置き希望の方はそちらからお願いいたします。あとですね、今週映画ですね、こちら DVD ブルーレイ、今週発売になりましたので、こちらも、DVD コーナー書籍と一緒に展開しております。ぜひよろしくお願いいたします。西島さんがですね、めちゃかっこいいです。はい、ということで紀ノ国屋書店グルメ店プレゼンツ深夜の週刊ランキング、最後までお付き合いいただいてありがとうございました。これから毎週ランキングとですね、おすすめ情報を動画にしてアップしていきたいと思ってますので、よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。あと今後ですね、なんかこんな話聞きたいとか、なんかこんなことやってほしいみたいなことありましたら、コメント欄の方にコメントいただけると、嬉しいです。個人的にはですね、そうですね、なんか将来こうロケ企画とかね、あの豪華ゲスト呼んだりとか、なんかいろんなことやってみたいなと思ってますね。ちょっと始まったばっかりなんでね、これからどうなるのか自分自身もちょっと分かってないんですけど、楽しみながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではそろそろ閉店の時間となりました。また来週、またどうぞお越しくださいませ。